抜点です数学3特攻ということで今日はこちら微分グラフ編の第5問最終問題になります名古屋大学2018年理系第2問の問題です問題文こちらですこの問題ですね答えだけ見るとああそんな感じねまあ実数解の個数調べればいいのねっていう感じになりがちなんですけれども実際に自分で1から手を動かして解いてみて回答を書いてみるとあれって引っかかるところが結構あるんですよね自分もそうで まあそれをどう克服するかどうやって論述するかっていうのを考えることでこれとてもいい思考力の訓練になる問題だと思うのでぜひですね一旦動画を止めていただいて自分で回答を書いてみてから解説の方に進んでくださいではまず解説の大まかな流れだけですね深くは立ち入らずにさーっと流れを解説してその後で各論点の詳しい解説に移っていきたいと思いますまず括弧1ここで考えた証明のの流れというのは、 とりあえず共有点を持つと仮定をしてその時にこの α と β っていうのが等しくなるよというのを示しに行きますそうすると共有点なので代入してこの2つの式が成り立つよとでここでですね y の a の x 乗っていうのは a が1より大きいので単調増加するんですねグラフとしてでなので a の α 乗が β になって a の β 乗が α になるっていうのは、まあ、やっぱりおかしいんですよねそれを数式上どう 証明するかなんですけれども、辺辺引いてこの左辺と右辺の政府に着目してみます。そうすると、β が例えば α より大きいとすると、左辺がプラス、右辺がマイナスになっておかしい。え逆も、左辺がマイナス、右辺がプラスとなっておかしい。よって、α と β は同じになるしかないよねといってここでは証明しています。詳しくは後で解説します。で、括弧2なんですけれども、括弧1をどう使うかっていうところで、 ここが割と難しいんですね詳しくは後で解説するんですけれどもやりたいことはどういうことかというと y=a の x 乗と y=logax この2つの共有点の個数を調べたいんですけれどもそれを括弧1の議論とプラスアルファの議論をしてあげることで y=logax と y=x の共有点の個数を考えればいいということになります。これは y の a の x 乗でもいいんですけどね。 まここでではログで考えますと。その理由も後で解説しますが、まあ、それによって考えやすくなるんですねでこの共有点の個数というのはいわゆるこの方程式の実数解の個数になってきてこれ実は定数分離に持っていけるんですねでそこでこういうふうにログ a っていう定数を分離してあげてまた再度共有点の話に持っていきますそうすると y イコール x 分のログ x と y イコールログ a っていう直線の共有点の個数になるよと で x 分の logx のグラフは以前も出てきましたけれども上がって下がるよって直線との共有点の個数は2個以下であることが示されますしカッコここで共有点の個数が1個になるような loga の条件というのもすぐに出せますそれが実は loga というのが e 分の1というこの極大値ですねと等しくなる時で a が求まり共有点も求まるという流れです まあ流れだけ聞くとふんと思うかもしれないんですけれどもこのあとですね自分なりにどういうところに難しさを覚えてそれをどういう論述で乗り越えたかっていう試行錯誤を紹介したいと思うので是非ですね論述力とか思考力を高めたい方はこの後の解説もじっくり聞いて一緒に考えてもらえたらと思いますでは詳しく解説をしていきたいと思いますまず括弧1ですね y a の x 乗と、 y A x これが共有点を持つならばその共有点っていうのは y=x 上にあるよということを示してくださいという問題です。で y=logax っていうのをこれ変形すると x=a イコール、A、の y 乗なのでこの y=a イコール、A、の x 乗というのと x=a イコール、A、の y 乗というのを見るとこれが逆関数の関係にあるっていうのはすぐに気づくと思います。まあ、グラフ書いてもすぐにわかるかと思います。 なんですけれどもここで注意点なのが逆関数ということは y イコール x に関して対象ですよね。ということはそこからすぐにじゃあ交点は y イコール x 上にあるっていうことができますかねまずここが一つ目の引っかかりポイントですね。これ実はできないんですね。じゃあそうそれができないような判例を是非考えてみてほしいんですけれどもこれ実は交点自体が y イコール x に関して対称になっているようなそういう可能性もあるんですね何を言っているかというとまあ例えば極端な例ですけれどもこういう水色の曲線と緑の曲線があったときにこれって逆関数の関係になっていて y イコール x に関して対称ではあるんですけれども交点が y イコール x 上だけじゃなくて y イコール x を対称軸とした ここにもできてますよね。なのでこういう可能性があるので逆関数だからといってこの2つの曲線の交点が必ず y=x 上にあるかと呼ばれるとそうじゃないんですね。なのでこれで証明するのは議論が不十分です。じゃあどうするかという話で、まあ、共有点を持つと仮定した時にそれが全部 y=x 上に乗っているということを示せばよいのでとりあえずまず共有点持つっていうことを式にしてみます。 そううすするととと共有点というのを持つとしますでここでまた考えることとしては文字って少ない方がいいっていうのが鉄則ではあるんですけれども今回例えば x イコール α で共有点を持つっていう設定をした時にそうするとどういう式が履歴できるかというと a の α 乗イコール a アル a α なんですね y 座標が等しいという条件ですねえなんですけれども、まあ、ここから処理をしていくのがちょっと大変かなと α イコール a の a の α 乗 上となってくるんで、まあ、ちょっと式がややこしくなるんじゃないかっていうことで今回は少し妥協して αβ っていう、まあ、2文字を置こうかなという考え方でいきますそうすると代入した式が成り立つのでこの2本ですね式が立ちますよとで β イコールログ Aα っていうのは、まあ、このままだと1とうまく考えていくことが難しいのでこれ変形して α イコール A の β 上と持っていきますでこれまた少し立ち止まって考えると ベータイコール A の α 乗と α イコール A の β 乗がどっちも成り立っているっていうのは割と気持ち悪いことを言ってるんですね。つまりこのグラフを考えてもらうと分かる通り今回 A って1より大きいですよとそうすると右肩上がりの指数関数になっていくんですが例えばここに α を取ってくるとそうすると1からここは y 座標 β ですよね。 でこの時に例えば β の方が α より大きいとしてここに β を取ってくるとそうすると2の式からここの y 座標っていうのは α になるよと言ってるんですよねこの2つの式はこれおかしいですよね α より β が右側にあってでも y 座標を見ると β が α より下にあるとこれは矛盾するのでやっぱりこういうことってないんじゃないかな αβ 逆にしても y 座標も逆になるのでやっぱこれおかしいんじゃないか よって α と β は等しいっていうことはすぐに分かるんですけれども、まあ、これをどうやって数式で示すか今見た通り y の a の x 乗っていうのが単調増加であるというところと αβ の対称関係に着目して示せばいいんじゃないかというところでこの2つを引いて β-α の形を作っちゃいますそうするとこちらですねここで a の x 乗の単調増加性を使って、まあ、このですね政府に着目して アルファとベータがどっちかがどっちかより大きいっていう元では矛盾が起こるっていうことを示しに行きますそうするとまずベータが α より大きいとすると左辺はプラスですよでも右辺は A の x 上単調増加なので A のベータ上は A の α より大きいはずなんですがよってこの右辺はマイナスとなるはずなんですがそれは矛盾ですよ逆もしっかりでセーフが揃わない。両辺の政府が揃わないので矛盾よって α と β はタは 等ししくなるしかなるかいですねとなって共有点を持つと仮定した時にその共有点の x 座標と y 座標は等しくなるつまり y=x 上にあるっていうことが示されます。で最後に今もざっくりと整理したんですが論理の流れですね論理構造に注意が必要で共有点を持つならば α=β であるその共有点の x 座標と y 座標等しくなるよということを示せばよいので 共有点を持つかどうかっていうのは調べなくてよくて共有点を持つことを仮定してその中で α イコール β であるっていうことを示せばよいっていうことになりますので少し考えてみてくださいでは括弧2ですね個人的にはこの括弧2の論証が一番手間がかかったんですけれども人によっては括弧1の方が難しく感じるような方もいるかと思います自分がどういう思考プロセスを経たかっていうのを詳しくですね話していきたいと思います括弧は使ううんだろうなと なぜかというと y=a の x 乗と y=log の共有点が2個以下であるっていうことを示したいんですが直接この2つを連立させて考えるのはかっこ1の最初で見た通り少し難しかったですけれどもかっこ1が言いたいことっていうのは y=x っていう,こう急性種が現れるんですねこの2つの曲線の交点だと考えて調べていくと少し考えにくいんですが。 y イコール x っていうものとの共有点であればまだ考えやすそうだっていう趣旨なんですけれどもここでふと疑問が出てくるんですね。本当に y=a の x 乗と y=logx 今回考えている2つの曲線の共有点の個数とこのどっちかですよね例えば y=logx と y=x との共有点の個数っていうのは本当に等しいですかと。この疑問が出てくるんですよね。 まあここから先は頭がキリキリし始めるかもしれないんですけれどもまあ自分自身がこの問題解いたときに考えたことを紹介していこうと思います。1で示したのって y=a イコール、a、の x 乗と y イコールログ a x の交点が y=x イコール、x、を通るよっていうことをしか示してないんですね。ということは共有点の個数の話に置き換えるとこの2つの曲線の共有点の個数 というのは y x と y a の x 乗とかもしくは y の x と y イコールログ x。この二つのペアの共有点の個数以下ですよ。これしか示してないんですね。ぜひ動画を止めて考えてほしいんですけれども、このイメージは湧きますか。つまりどういうことかというと、y a の x 乗と y イコールログ x の二つの曲線の交点は確かに y x 乗にある。 ですけれども、y x と例えば y ルログ x っていう2つを考えた時にその2つが他に共有点を持ってる可能性もありますよね。まあ、目で見た方が分かりやすいと思うんですけど例えば y=a の x 乗があって y=x っていうこの赤の直線があって y ルログ x っていう曲線がありますよ。で例えばですけれどもこの y のログ x がこの y の x とこういう4点で実はこのログ x が 少しうねうねしてて Y X と4点で交わっているけれども Y Y A の X AX 乗と y イコールログ X はこの赤の2点でしか交わってなくてこの赤の2点は確かに Y X 上にある。ですけれども Y X と Y AX を考えたときにこの2つは実は4点で交わっているっていう可能性があるんですね。これでも1の主張は満たしてますよね。 Y AN X Y ANX X との交点、ここで言うとこの赤の交点は確かに全部 y=x 乗に載っているけれどもその2つのペアじゃなくて y=x と y==x の共有点を考えた時にそれは2個以上なんですね2個は必ずあるけれどもそれより大きい可能性がまだ排除できていないなので安直にこう統合にすることはできないんですね まあ実際にこれを何も議論せずにイコールとするともしかしたら減点されるんじゃないかなと思いますのでじゃあ作戦としてどうやってこういう可能性がないっていうことを言うかっていうことですね、まあ、こんな可能性がないって言わないと数学的には議論が甘いですねじゃあ作戦としてはまず一つ目 y=a の x 乗と y=logx まあ、括弧1ではこの2つの対称性って何も言ってなかったのでここで初めて y=x に関して 対象ですよということを言って、まあ、この2つが y=x に関して対象であればこんな y=logx だけが y=x と交わるっていうことはありえないですね。なのでここの統合が成り立つよっていうことを示せるので、まあ、これでいくかもしくは2つ目にあり得る選択肢としては今回示したいのはこの y=a の x 上と y=logx の共有点が2個以下であることを示せばよい。 この共有点というのはえ実はこの y=x と例えば y=logx この2つの共有点の個数以下ですよこれは成り立っていてということはこれがそもそも2個以下ですよということを言えば代用は示されますよねなのでこれでもいけるんじゃないかえ実はこの2つの共有点の個数っていうのは2個以下になるので、まあ、これで示すこともできるとなんですけれどももうちょっと考えていくと この2つ目の作戦を取るとすると3がしんんどいんですね実はなぜかというと例えば y=x と y=a の x をもしくは y=logx この2つの共有点の個数が1個以上っていう情報になってしまうんですよね。まあ、つまり3はこういう条件を考えていくんですけど今の不等号を残したままいってしまうと、まあ、例えば logx の方を取ってくるとこの2つの 共有点の個数に関しては1個以上っていう条件になってくるのでこれなんか定まらなさそうなんですね。まあ、ってことでこの1番目でいくかと、まあ、つまり y=x に関して2つのグラフっていうのは対象なのでここは統合になるんだよっていうことを真面目に示しにいこうと思います。y=a の x 乗と x=a の y 乗でしたね。これは x と y をひっくり返すと形が一緒になるので y=x に関して対象ですよと。 なので括弧1の議論から括弧1の議論っていうのはこの3と4の交点は y=x イコール、X、上にあるよ。で y=x に関して対象っていうことから言える結論としてはもし3と y=x イコール、X、が交わるとするとその点も必ず4上にあるっていうことが言えますね。逆もしかりで y=x イコール、X、と4の交点っていうのは3を通るっていうことも言えるので、まあ、これで。 今回カッコ2カッコ3で考えていく共有点というのは丸3もしくは丸4と y=x y, x, y x との共有点を考えればそれと同じになるんだよということが初めてここで言えます。是非イメージで,ですね理解してみてください。まあこれが言えてしまうとあとは安心でじゃあカッコ2を示すならどうしたらいいかというと。 まず y=a の x 小と y=logx どっちを使うかどっちを y=x と連立させるかっていうのがまた判断が難しいんですが自分は最初 y=a の x 小の方がまあ文字の数が少ないんでやってみようと思ってやったんですがちょっと極中の x の値とかがぐちゃっとなって、まあ、少し考えにくかったこれでもいけるんですけど y=logx の方が楽そうだったのでこっちに途中で切り替えましたなのでここでもこっちで紹介したいと思います 興味のある方は y a の x 上でもやってみてみくださいじゃあ括弧に何を示したいかというと整理しておくと y y x x ととのの共有点個個数がが以下であるることを示示せば代理が示されるじゃあこれを考えていくとまず連立させますよ。a によって y=logx っていうのがどんどんグラフの形変わるのでここでは実数解の個数としてこの x についての方程式の実数解の個数が2個以下であることを示せばいいよねと。 これは第2回の両問演習でやった解と共有点の関係ですね。でこれが厳密解を求められるならいいんですけれどもこれは解けない。なのでここでまた、まあ、結局グラフの話には戻るんですけれどもできるなら定数分離したいですよね。これも第2回で扱ってきた内容で考えやすいグラフで考えたいと。まあ、今回で言うとログ A X と X の、まあ、この2つの共有点の個数っていうのを グラフ上で視覚的に見るのが少し難しいので、まあ、できるなら定数分離したいよねでログ x のいいところとしては実はこれ定数分離ができてつまり定の変換公式ですねログ A 分のログ X に持っていきますそうするとログ A イコール X 分のログ X になるよ、まあ、ちなみにこれ全部 X がプラスという条件の下で考えていますので割ることも全然できてここで初めてこの定数イコール X 分のログ X っていう 考えやすい形になったよとえつまり今回考えている実数解の個数を考えたい方程式というのはこの方程式と同値つまりこの方程式の実数解の個数を調べればいいよでそれはこの2つのそれぞれの y=loga と y=x 分の logx のこの2つの共有点の個数に等しくなるよでありがたいのがこの y=loga というのは直線ですよと考えやすい直線ですよ なのでこの y イコール x 分の logx というものをグラフで書けば a も含まれてないのでこれバシッとグラフで書けるんですねそうするとこの直線との交点というのを視覚的にとても調べやすくなるので共有点の個数がすぐにわかるっていうそういう流れですねこれは両問演習の2問目で扱った内容ですのでまだ理解があやふやな方はそちらを復習してみてくださいなので今回ここで考えたいのはこのグラフですねこれを書いていくんですが 実はこの x 分の logx っていうのは至るところに登場する関数でこれは両問演習の1問目ですねこれで扱っていますまさに全く同じ関数を扱っているのでここではサクッといくと微分して増減も簡単に分かります x イコール e の時に極大値になるんですねでその前後で上がって下がるとで実はですねこの極値とかこの両端の極限考えなくても過去には結論 出せますつまり上がって下がるってことは y イコールログ a っていうこれ直線ですよねこれとの共有点の個数ってたかだか2個ですね3個になることがないですよね上がって下がるだけなんで上がって下がる、まあ、どういう形状であろうとも3個交わることはないですよねなので2個以個であることは示されます括弧こ2だけであればもう極値すら求めなくていいですねでは括弧3括弧3どういう問題かというと y y イイココーールル a の x と y a x とこれが共有点を1つ持つような a の値を求めて共有点の座標を求めようという問題で過去2で議論した通りこれも要するに y=x と y=logax を考えていてこの共有点が1個になるよでその共有点というのはこの2つの共有点と一致しているのでこのうのはこの2つの共有点と一致しているのでこの 共有点の座標を求めればそればそが答えになりますねなのでこの2つを調べていくとでここでですねしっかりとグラフの形状を調べる必要があって何を調べる必要があるかというとまず極値ですね FE の値かつ両端の極限これを調べる必要がありますこれ何で必要かっていうのは分かりますかつまり今回増減表としてこういう増減であることが分かっていて 極値を調べなきゃいけないっていうのは、なんとなくこうグラフを考えたときに、まあ、例えばこんな形状だったとして、y イコールログ a が、ここですよね。ここを通るときに確かに共有点1個になるんで、だからログ a イコール e 分の1っていう式立てたいので、極、ま、値、あ、を調べなきゃいけないっていのはわかるんですけど、両端の極限、なんで求めないといけないかってのはわかりますか、まあ、少し思考訓練になるんですが、今回ログ g a というのは、 a が1よよりり大大ききいい定数なので、でこれ0より大きいんですねで。そしてこの fx のグラフが例えばですけれどもなんか中途半端にどっかに収束してしまうようなケースの時ってこれと y=log8 の共有点の個数考えるとここだけじゃないんですね1個になるのがこういう時もありますよねそうするとここで共有点1個のみっていうケースが出てくるので えなのでこの両端の極限、まあ、左側も同様なんですがえどこまで行くのかどっかに収束するのかっていうのがえ調べる必要が出てくるんですねなので調べています、まあ、めちゃくちゃ細かい余談ですけれどもちゃんと理由があって求めていますじゃあ x0 に近づけた時どうなるかというと、まあ、これはプラスの方から0に近づけてます今回 x プラスで考えてますのでえそうするとこれ実はですね logx っていうのはマイナス無限大に行って x いいいうののは0に近づいていくくで、ででこれ不定形でもななマイナス無限大なんですね。じゃあ x 正の無限大の方に行くとどうなるかというとこれは微分グラフへの第1問両問演習第1問でやってますが x の方が発散のスピードが速いとでこれは0に収束することが言えますえなのでグラフの外形としてはこれ外形書くまでも実はないんですけれども、まあ、書くとするとこういうグラフ負の無限大のとこから来て 0に収束していくようなイメージですねゼロに限りなく近づいていく。よってこれと y=loga との共有点が1個になるような条件っていうのはログイコール e 分の1ですねここを通る時しかないよとつまりここですね。これより小さいところっていうのはこの y=fx のグラフが限りなく0に近づいていってるので必ず0よりちょい上だと共有点2個になるんですね。 まあこのグラフだと1個しかないように見えるんですが0に限りなく近づいていくので共有点2個になっちゃうよってここしかないなので A E E の e 分の分1乗と求まりまりす。まあ、この時の共有点は x がまず e ですねで y=x 上にあるっていうのはまあこれまで考えてきているので y 座標も e っていうのはすぐに求まります y=a の x 上とか y=logx に代入するまでもないですねですので ee、e、とわかります はい、いかがだったでしょうか「まあ、カッコ1」「2」の論証がとても難しいというかなんかいろいろ考えてしまうようなそういう問題だったかなと思います。まあ、これを何も考えずにさらっと答えてしまった人というのは、まあ、解けたラッキーと思うかもしれないんですが記述で減点されていく可能性があるのでどういう可能性に考えが至らなかったかっていうのを、まあ、自分なりのこの「エシコープロセスを聞いた上で把握するようにしてみてください。 もしくは可能性には気づいたけれども論証ができずにナーナーで解いてしまったっていう方も、まあ、この解説の中でどういうふうにその引っかかるポイントを論証するかっていうのを詳しく解説してきたつもりではいるのでぜひですね参考にしてもらえたらと思います。引っかかりポイントを把握した上でその論証もできたよっていう方はこれはですね自信を 持っていただけたらと思います、まあ、結構ハードな論章、まあ、そもそもこんなですね気持ち悪いグラフに考えが至ることっていうのは相当難しいと思うので自信を持ってもらえたらと思いますはい、まあ、微分グラフ編五問両問演習二問と過去問三問やってきましたけれども、えー、一旦ここで終わりですで次回からは接戦ですね、えー、微分の接戦編、まあ、そんなに重たいテーマではないんですが えそちらに入っていきたいと思いますので先生の求め方ですねえぜひ復習しておいてもらえたらと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました